韓国の文化を代表して世界中に普及させている BTS が2021アメリカンミュージックアワードアマでメーガン・ザ・スタリオンとのパフォーマンスを披露すると発表しました。アメリカンミュージックアワード側は8日、現地時間、公式ホームページと SNS などを通して、BTS が今年、アメリカンミュージックアワードで、バターのステージを披露する予定と明らかにしました。今回のステージは、バターのリミックスバージョンのフィーチャーリングに参加した、メーガン・ザ・スタリオンとの合同ステージが繰り広げられます。もしかしたら、BTS のサンジェの振り付けを披露する可能性があります。このコラボパフォーマンスに対して、メーガンが本当にワクワクして、めっちゃドキドキしていると、ツイッターで共有しました。BTS は、2021アメリカンミュージックアワードで、アーティスト・オブ・ザ・イヤー。フェイバリット・ POP ・デュオはグループ。フェイバリット・ POP ・ソングなど、3部門にノミネートされました。2018年から今年まで4年連続でノミネートされた、BTS は、昨年まで3年連続で受賞しています。2021アメリカンミュージックアワードは今月21日午後8時米国ロサンゼルスのマイクロソフトシアターで開催されます。米国テレビチャンネル ABC を通して生中継される予定です。日本での放送があるのかも気になりますよね。年ながら例年日本での生中継での放送はありません。昨年はレッドカーペットのみツイッターで生配信されていたようです。生中継ではありませんが、日本にいる皆さんでも、後日アメリカンミュージックアワードを視聴する方法があります。毎年 BS で12月にアメリカンミュージックアワードが放送されています。昨年は2020年12月25日に BS で放送されたようですよ。毎年生中継ではありませんが、BS では放送されていますので、今年も例年同様放送があるでしょう。日本時間でアマが11月22日に14時から始まります。BTS の他にもノミネートされている人たちは名だたるアーティストたちです。オリビア・ロドリゴ、アリアナ・グランデ、ドレイク、テイラー・スウィフト、ザ・ビークエンド、聞いたことのあるアーティストがいる人も多いのではないでしょうか。テイラー・スウィフトに関しては最多の32回受賞しています。そして投票の仕方は2つあります。ウェブでの投票と今年から導入された TikTok での投票、それぞれ11月17日の23時59分までで1日1回投票することが可能です。ウェブでの投票はビルボードの公式サイトより投票することが可能です。TikTok での投票はアプリにログインしたところから始まります。Amazon と検索してバナーを押す、アーティスト・オブ・ザ・イヤー、フェイバリット・ POP ・デュオ・オブ・グループ、フェイバリット POP ソングバター3部門を選んで投票することができます。1日1回できるので期間中は日課になりそうですね。昨年に引き続き世界で大活躍の BTS、 そんな大活躍の BTS がアメリカの4大音楽賞にノミネートされるというだけでも快挙です。その上受賞も目指せるということはすごいこと。世界の有名アーティストの仲間入りを果たしていますね。アメリカンミュージックアワードでは果たして受賞できるのか、今年のアーティスト、アーティストオブザイヤーに選ばれるのかも気になるところです。ぜひ投票してあなたもアメリカンミュージックアワードに参加してみてください。そして何よりも BTS とメーガンがバターリミックスパフォーマンスをしてくれるのかが一番注目したいところでしょう。